こんにちは、森崎アリスです。はい、ちょっと物もらいになってしまって、メガネでごめんなさい。今日はサンパックさんからじゃーん、こちらマニキュレをいただきました。ありがとうございます。逆さの角質をトゥルトゥルにしてくれる、あの画期的な、この中に入ってる商品なんですけれども、開けてみたいと思います。わっ、柔らかい、わかる、この柔らかさ、ふにゃふにゃしてる。はい、こちらマニキュア。あ、あれですね、ちゃんとあのお風呂のペタンって貼ってたらつくようになってるんですね。こうやって、あ、待って、しかもさ、これ後ろ吸盤になってるから、あのゴシゴシしてたらキュッて滑んないようになってます。と、使い方としてはね、まず泡立ちを良くするためにお湯をたっぷりかけます。そして両足を乗せて前後に動かします。使いながらすごく思ったことは、あの指と指の間にもすごくね、こう、なんて言うんだろうな、ナチュラルに入ってきてくれるので、あの痛いとかゴツゴツした感覚とかは一切なかったです。角質を食べてくれるお魚、やったことある子いると思うんですけど、あんな感じの感覚で細かいところまでこのイガイガちゃんが行き届いてくれるので、すごくあのケアにはもってこいかなと思います。終わった後のケアも忘れずにしてくださいね。はい、ということで今回はしっとり足メイクマニキュレの紹介でした。ありがとうございます。すっごくあのトゥルトゥルになった気がします。あのもうすごいね、もともとの足と見比べていただけると分かるんですけど、あの足のもし匂いが気になるとかいう方とかだったりとかも、角質がやっぱり原因だったりとかもするし、バクテリアが増えてしまったりとかもすると思うので、そういう面で足のケアってすごく大事なので、皆さんよかったらマニキュアで使ってみてください。ということで、森崎アリスでした。またねー、チャオー。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。終わった。終わった。